ホラー。こんにちは、メキシコ大使館のポッドキャストメクスハポンにようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどを紹介します。お楽しみください。メキシコに暮らし50年以上。 そしてメキシコの科学技術分野の学術界で長年貢献を果たしてきた日本人研究者がいますその一人松本康弘先生は太陽の国とも言われるメキシコで太陽電池技術のスペシャリストとして活躍されています本日は先生とメキシコの出会いや研究者としてのご経験や知見をお話しいただきます松本先生はメキシコ国立工科大学大学院研究センター シンベスタッフ電子工学部で修士課程をそして大阪大学基礎工学部で博士課程を収めた後現在はシンベスタッフの主任研究員教授を務めていいらっしゃいます特にご専門の太陽電池エネルギー研究においてメキシコだけでなく日本でも客員教授を務め学会やメキシコエネルギー賞主催の賞を受賞するなどご活躍されています。 また、メキシコにおける日系社会における貢献も顕著で、メキシコシティにある日牧協会で養殖を歴任されてきました。はい、では、本日はメキシコ国立工科大学,大学大学院研究センター教授の松本康弘先生にゲストにお越しいただきました。松本本先生、本日はありがとうございます。 こんにちは、えー、招待してていいいいただあありりががととううごござざまますすさて、早速あの、第1問目の質問に行きたいと思うのですが、えー、まず、松本先生は、ご出身は大阪、日本の大阪とのことなんですが、現在まで50年以上メキシコに住まわれていて、研究者として活躍されています。まずは、そんな松本先生とメキシコの出会いについて教えていただけますか はい。あの、私、五十数年前ですが、えー、日本では、あの大阪で、まあ、小学生でしたが、えー、父親の仕事の関係で、あ突如、まあ、メキシコへあの、えー、移転ということで、まあ、家族、まあ、姉もいたんですが、あ母親と、えー、姉と三、えー、人、まあ、父のいるメキシコへ、えー、来ました。それから、まあ、5年、 5年間で日本へ帰る予定だったんですが、うん、もう今、そのままずっとこちらで定着したことになっています。つまり、小学校からずっと教育の方はメキシコで受けられているということですよね、スペイン語で。はい、そうです。あのー、その当時あ、1968年なんですけども、あのちょうどメキシコのオリンピックの時でして、ねはい、その時、まあ、小学生4年でしたが、 でメキシコシティには、あの、タクバヤという地域に、まあ、タクバヤ学園、まああの、日本とメキシコ、あ両学生のいる、えー、学校なんですけども、まあ、そちらで、まあ、午前中はスペイン語で、それから午後、えー、少々の日本語っていう形で、まあ、小学校は応援させていただきまして、それからもう中学校からはもう現地、えー、政府系の学校ですので、もう全部、えー、スペイン語でした。 そうなんですねあの。今でもメキシコに、えー、とご両親、まあ、お父さん、お母さんの仕事の都合であの、メキシコに渡る日本人の子供っていうのは非常に多い。で、今も日牧学園というあの立派なあの学校がありますが、そのまさにあの子供たちのパイオニア的な存在が先生ですね。50年以上前。そうですね。あの当時やははりあの、まあ、今年はあの えー、日本人がメキシコに、えー、移住してきまして、125周年という、うんえー、記念の年なんですけれども、まあ、それは、あの、チアパスの方だったんですけれども、やはりその、日本から移住された方も、やはり教育っていうところにかなり、うん、あの、重点を置かれていったようなんですね。で、しかも、日本語を習得してもらうっていうふうな形で、まあ、そういう学校が、あの、まあ、テラコ屋っていうんでしょうか。 そういうシステムで、まあ昔から、えー、やってこられまして、で、メキシコシティにはその、タクバヤ学園、それからタクバ学園、から中央学園ですね。それからもう一つはコンテレーラスというところにももう一つ、あの、学校があったと聞いてますが、うん、その四つの学校が集まって、まあ今の日牧学院、リセオになったというふうに聞かせてもらっています。うん そううなんですすねありがとうございます先生あの非常にあのメキシコにおける日本人、日系人コミュニティでも非常に関わりが深くいらっしゃってこれについてはあのまた後ほどの,あの質問で詳しく伺わせていただきます。 ででまずはその先生の,その研究についてまた少しお話を伺っていきたいと思うんですが、まあ、このようにあの先生があの子供の頃にメキシコに疲れてそれからずっとあのメキシコでえ学業を積んで結局が研究者になるわけですが、まあ、先生のこの研究領域というのはえ太陽電池システムと伺いました。でこれはどののよよううな経緯でえ研究をするようにったのか それからまたあのメキシコっていうのはもう国土が広いのでもちろん北から南までいろいろな気候帯があるので一口には言えないんですけども、まあ、そうは言っても多くの日本人や外国人がまあメキシコといえばまあ太陽っていうのをイメージすると思いますが、まあ、実際にメキシコではそういったその太陽電池の,あの研究というのは進んでいたりするんでしょうかそうですねあの研究自体がメキシコで進んでいるかといいますとそうではないと思うんですけども もともとはやはりメキシコは太陽の国、あの、まあ、北の方はね、砂漠地帯もありますし、アメリカの砂漠地帯、えー、モハベ砂漠ですかともつながっていますし、まあ、メキシコ側はソノーラ、あるいはバハカリフォルニア、まあ、あの辺はほとんどもう砂漠地帯で、日射量が多分、えー、日本の倍ぐらいはあると思うんですよ、ね。倍ですか。えー、まあ、あの、メキシコ平均でも、えー、日本の 4割ぐらいは、あの、メキシコの方が日射量が多い、まあ。そのような、あの、統計的なデータもありまして、世界の中でも、まあ、メキシコという国は、まあ、太陽は、日射量は、かなり多いというふうに、あの、測定されています。で、まあ、私がその太陽電池、興味を持ったということに関しましては、あのー、一つは、メキシコの えー、地方の方へ行きますと、まあ、山岳地帯ですけれども、かなりあの電気の届いていないところが、まあ、その1970年、1980年代ぐらいと思いますが、はいその、山の中へ行くと村があるんですけれども、そこに電気が届いていないというケースがかなり見られまして、そ,のそれと同時にその太陽電池という技術が 開発、えー、されつつありまして、まあ、メキシコの場合ですと、損落システムって言いますか、その、まあ、電気の届いていないところへ、その太陽電池を使って電気をあ発電し、それをあまた蓄電池などに貯めて、まあえー、夜間でも太陽がない時でも使えるようにする。まあ、そういうことが、あの、えー、歌われてまして、まあ、そういうことにかなり関心を持ちまして、 まあ今に至っ,てる至っていますこれは今、実際に山岳地帯でこういった対電太陽電池システムというのはあの、幅広く導入されているものなんですかそうですねあの、メキシコの場合と他の国とはいろいろと違ったところがあると思うんですけども、まあ、例えば日本ですと、もうほとんど100%近くあの電化、送電線があの行ってますので。 まあその、えー、太陽電池が本当に必要かというと、そうでもないんですけれども、やはり、あの、まあ、発展途上国って言いますか、ラテンアメリカ、あるいはアフリカ、まあ、アジアもそうなんですけれども、えー、やはり、あの、田舎の方、地方の方になりますと、まあ、あの、電気が届いていないというところがかなりありますので、えー、現に、ま、メキシコでも、多分300から400万人、 の方が、その、まあ、電気、電化されていないところがあるんですけれども、多分、今世紀にでもそういうところは、えー、電力庁からの電気が送電されね、されないと、うん、あの、思います。やはり、あの、山岳地帯ですから、その送電線が、あの、まあ、えー、その、それぐらいの、えー、場所、えー、少人数のために、その、送電するっていうことは、不可能だと思うんですね。うん、そういうところでは、あの、まあ、分散、 という形でそういう太陽電池を設置して、えー、個々にそのエネルギーを使っていただくっていうことになると思うんですが、まあまだあの国の計画はあるんですけれども、そこまで普及されていないというのが現実と思います前の政権から非常にエコロジーなエネルギーとか、そういったエネルギー関係っていうのは、国の重要な政策の一つだと思うので、今後はあの一つ重要視するべき 研でそんな先生はですねメキシコ国立工科大学大学院研究センターシンベスターと訳すと思うんですがで長年教授を務めていらっしゃって、まあ、先ほど言ったようなあの太陽電池システムなどにあの非常にですね研究を進めていらっしゃるんですが ま,あまずそのメキシコの学術界についてちょっと聞伺ってみたくてですねもう先生の,この研究者の視点から見てみてメキシコの特に科学技術の研究の強みっていうのを、まあ、例えば海外の研究者に誇れる日本にはここは負けてないぞとかいうような点があれば教えてくださいぜひそれからまた逆にまあ課題点なんかがあれば教えてください、えー、いややはりその技術の、えー、開発っていうものが まだ基礎的なこともできない、できていないところがメキシコではありますので、やはりどうしても独自国で開発するっていうことはかなり難しくなっていますし、まあ現在のあのグローバリゼーションですか。あの、やはりいろいろな国と手を握って助け合いながらやっていくっていうことになっていくと思うんですけども、はい、それはもうやはり避けられないといいますか、 太陽エネルギーがある国なんですけれども、残念ながら、その太陽電池をゼロから製造して、それを応用するまでということになりますと、まあ、かなりあの大きな課題が残っていると思います。えー、先ほど言いましたように、まあ、日射量が豊富なので、まあ、どこでも使える。やはりその日射量が変わるということで、 その価格的にもかなり削減できますので、うん、そういう利用をしていくっていうことが、やはり大事。で、あの、まあ、地球のあ環境ですか。まあ、今、あの、温暖化の対策とかもありますし、まあ、新しい新エネルギー、公害の少ないエネルギーを使うということに関しましては、やはり、 まあ、太陽、エネルギー、あるいは風力、まあ、地熱もあるんですけども、まあ、そういうエネルギーに頼るのが一番適切ではないかなと、と、えー、思っていますので,で、あの、元の、あの、えー、問題、えー、なんですけれども、やはり研究といいますと、えー、各自、 それぞれの予算が必要ですし、機材なども必要ですし、やはりそういうことが揃っていないと、いい仕事ができないということは、まあ、電気工学ではあの言われますし、まあ、その点、やはりいろいろな研究施設、あるいはいろいろな、えー、国,国々と手を結んで研究をしていくということが一番正しいんではないかなと。 持っていますので、まあいろいろなメキシコではその予算的な難点はありますが、まあ少ない予算でなるべくいいことあるいは、えー、いい、えー、人材を育成していくっていうところに終点を当てているいます。ありがとうございますあの。今おっしゃっていただいたように、まあなかなかやはり課題っていうのはお非常に多いという現状があって、予算の問題などもありますが、しかしま先生がおっしゃってくださったその人材というところで見ると。 でメキシコの、えー、若い学生さん研究者の方々っていうのは非常に世界にまあ 留学ししたたり旅立ったり旅ってていて日本にも結構ですね特に工学系の学生さんなんかがかなり留学に来たり研究者としてあの来たりしているんですね。で我々はその大使館として、えー、とそういった若手研究者、えー、学生の皆さんとやり取りすることが非常にあるんですが、まあ、非常にやる気にあふれていて、まあ、とにかく積極的でこれからに自分の国の技術っていうのを発展させていくんだという、まあ、ある意味使命感っていうのが非常にあるなっていうのを感じるんですね。 なんでこの全人材という視点から、まあ、先生はこれまでこのたくさんの学生さんや研究者っていうのを大学で指導されてきたんですが、まあ、指導者の視点から見て、まあ、メキシコ人学生、研究者、若い研究者たちの特徴や強みっていうのがあればこの未来を科学技術を担う人材としての強みというのを教えてください。はい、長年あ えー、ま、教育分野、えー、修士家庭の学生さんや、学士家庭の学生さんの面倒を見てきてるわけなんですけども、やはり各自それぞれ、えー、いろいろなその性格、えー、あるいは知識を持っていますので、えー、一般っていうんですか、まあ、平均的にどうかっていうと難しいんですけれども、うん、<laughs> あの、そうですね、あの、長年、やはりその、年々時間が経過しますと、まあ この頃の学生さんでは、やはり情報をいろいろやられていますので、えー、かなりの知識、あるいは、あの、メキシコで、あの、えー、修士課程を行って、それから福祉課程は、まあ、アメリカ、あるいはヨーロッパの方へ行って、そういう学生さんもかなりいますし、やはり流通関係では少ないんですけれども、えー、その知識のある学生さんは、まあ、びっくりするほど一生懸命、まあ、頑張られる。 えー、という学生さんがあの増えているような感じがします。で、まあ、メキシコの学生だけではなしに、海外から、まあ、例えばインドの学生さんも、まあ、私はこれまで3名の学生さんがん、まあ、博士課程をここで終えてるんですけども、それで終えてからも、まあ、インドへ帰らずにメキシコで留まって、まあ、仕事をするっていうケースが多いと思うんですけども、あまあ、インドの方がやはり仕事、いい仕事を にやりつくのがまあ難しいというふうなことも聞いているんですけども、うん、まあそれだけメキシコで、メキシコの国の奨学金制度で、そのインド人がまあこちらで勉強をさせてもらって、えー、しかもここで残って仕事をするというケースが、うん、あの、増えてきているんですけども、 で今、その奨学金の制度の話が少し出たんですが、実はそのメキシコと日本って、かなり奨学金制度、あの相互の奨学金制度というのが進んでいる国同士で、あで、毎年、かなりの人数の日本人とメキシコ人がそういった奨うう学金制度を使って、えー、と互いの国で勉強していると思うんですが、先生もあのそちらの奨学金を一度利用されたことがあると伺っていますが、日本人の学生さんも来たりするんでしょうか。 あそうですねあ。メキシコの科学技術庁ですかあの、はい、こなしっていうところがあるんですけども、はい、多分もう1970年代くらいからその日本とメキシコの交流ということで、まあ、大,学生え大学生の方が、えっと、端、当初は100名ですかそうです、ね、日本から100名、<laughs> うん、メキシコから100名という、そのぐらいの数で行っていましたが、 まあ現在まで、えーまあ、50年ほど続いているわけですけども、ただそれがあの、まあ、技術系かと言いますとあの、そうではないと思うんですけども、いろいろな専門分野であのそういう交流という形で,で、また逆にメキシコからも学生さんがあの日本に行かれているということは聞いております。はい、そうですね。確かに日本からメキシコに行くとなると、としかとうと人文社会系の効果が多かったりするかもしれないですね。 ただ、あの、歯科,科、歯の関係の学生さんを結構行くって聞いたことがありますね。メキシコは非常に進んでますよね。そうですね。あの、日系の方で昔から、あの、かなり、あの、歯科系、ね、歯医者さんになられるっていう、まあ、やはり日系の2世、3世、まあ、かなりの数の,あの歯医者、うん、あるいは、あの、東京の医科歯科大学ですか、はい、との関連もかなり、あの、今でも深いようですし、 やはりその奨学金制度で、えー、日本で立,立ち寄られて、まあ、あの、東京の方で勉強してこられるっていう方が、これまでかなりの数の方がおられたように、うん、えー、思います。 なるほどありがとうございます今、ちょうど先生がおっしゃっていただいたように、あの日系人というコミュニティ、もしくはそのメキシコに一時的に駐在している日本人のコミュニティっていうのは、メキシコ全土にたくさんいますし、このメキシコにおける日系人コミュニティというのに、先生は非常に長い間貢献されてこられました。で特にあの代表的なことはですね、メキシコの日系社会のシンボル。 とも言えるですね日木協会という協会があるんですけれどもそちらであ2005年から2015年まで約10年ですね理事を務められて現在も副会長を務めていらっしゃいますでメキシコにおいての日系人とか日本人研究者先ほどおっしゃったようなその司会非常に有名なあの、まあ、メ,キメキシコ市って結構日本人の 何名字をした司会っていう非常に有名な人たちが多いんですけどそういったのはこうどういった存在でしょうか、メキシコにおいて日系人日本人研究者という存在は日木協会を通しましてその日系人の交流っていうところまでなかなか行っていないような感じがするんですけどもそのまとまったって言いますか定期的な交流は、えー、ないんですね。で、うんえー、ですのでその日 計二2世、3世、あるいは今4世ですけども、その中で、あの、研究者として、あるいは医者として、まあ、いろいろな交流は少々あるんですけども、えー、その、まとまった交流がないんではないかなというふうな感じなんですけども、まあ、そういう意味では、あの、まだまだこれから、日系人投資としての活動が残っているように思います。 おっしゃる通りですね。ありがとうございます。なのであの、数はまだそれほど多くはない、プレゼンスもそれほど強くはないにしても、これから少しずつ、はい、いろいろと関係者、当事者の方たち頑張ってやっていくという形ですね。ありがとうございます、えーと。次は最後の質問になるんですけども、ちょっと今までの質問と趣旨がやや変わりましてですね、これを聞いていただいている日本人の。 えとリスナーの方々にですね是非、えー、先生の,その50年以上メキシコに住まわれている知見からメキシコについておすすめしたいものものやことが一つあれば是非教えていただきたいんですが。 で私もメキシコにかなりななれ慣れているって言いますか、慣れすぎてね、何がいいのか <laughs> 悪いのかっていうことが分かりにくくなって、えー、くるんですけれどもで、日本ではいろいろ生活水準っていうのがあるんですけども、やはりある程度の水準でないと、まあ、日本の気候などもね、あの冬は寒いですし、夏は暑いですから、 ある程度の、あの、資材を持っていかないといい生活、普通の生活ができないんですけど、メ、うん、キシコはやはり大半の方がかなり、まあ、貧困っていうと、あの、失礼かもしれませんけども、そういうところで生活をされている。でも、それにも関かかわらず、今のその自分をかなり大事にして、うん、その時を幸せに生きていくあ。そのことはあまり考えないんですね。その辺がすごく、あの、 えーまあ、偉いと言いますか。で、あのー、あまりその計画性がないと言いますか。あのー、その先のことはあまり考えないで今をその楽しむ。まあそういうところがかなり、まあ、地方の方ではあの見受けられるんですけども、うん、そういうことはもっとやはり我々も、あのー、えー、教わらないといけないんじゃないかなっていうような感じがします。うん、はい。ありがとうございます。 では本日はメキシコ国立工科大学大学院研究センターシンベスタス研究教授の松本康弘先生にお越しいただきました松本先生本日はありがとうございました今日はありがとうございましたこの番組をお聞きの皆様長いお時間お付き合いくださりありがとうございます今後もメキシコと日本の関係というテーマで スペイン語語と日本でで幅広くく取り上げていく予定ですこの番組を気に入っていただけましたらお友達やご家族にもぜひシェアしてくださいまたコメントご質問アドバイスなど受け付けておりますのでメキシコ大使館のメールアドレス infojpn.sre.gob.mx までお寄せくださいまた メキシコ大使館の SNS もフォローしていただけると嬉しいです。それではまたアスタプロント